はい、えー、こんにちははレトスノーノですじ、えー、めになんですけども昨日6月からの勉強法ということで一つ目の動画をお送りさせていただきましたで本日は二つ目の動画、えー、この動画の一番最後にお送りさせていただきますのでぜひ最後までご確認いただければと思います では本日の3問に入る前に今日もですねアドバイスをさせていただきます才能の差は若干あると思いますでも若干ですあなたは AI と勝負するわけではないんですね同じ人間と勝負するんですよで才能なんて、えー、大して差ってないんですね努力すればその才能の差もひっくり返せるぐらいなんですよただ他に努力をするだけでは合格するまでに 相当時間がかかります合格するためには努力プラス勉強法この二つが必要なんですね単にえテキストや過去問を解くだけじゃなくてきちんと理解することこれが重要なんですねただ理解すべき内容っていうのは予備校とか他の通信講座とかそういったところのテキストや過去問の解説とかには載ってないんですねなのであなた自身で いいろろ調べるる必要があるんですよ例えば権利関係だったら、えー、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト法令上の制限だと、えー、国土交通省のサイトとか都道府県のサイト建設業者のサイト税金関係だったら国税庁とか税理士さんのサイト、えー、そういったもので調べるというふうになってくるんですけどもそうするとですね、えー、試験まで残り5か月の今なかなか毎日5時間以上の勉強って難しいと思うんですよね。 もう仕事されている方だとこの5時間ってまず取れないんですよねまあ、取れて2時間ぐらいだと思いますでもご安心ください1日2時間の勉強で今から一発合格することも十分可能です弊社の短期集中実話カップ講座短期講座では毎年試験の4ヶ月前から知識ゼロの方を合格に導いています過去には試験3ヶ月前から 中卒の方で分数計算、消費税の計算ができない方も一発合格していただきました。まだ今からでも間に合います。今から効率的な勉強をして、今年の合格を目指しましょう。で短期講座なんですけれども、あの値上げまであと4日になっております。早くから受講すれば、その分、長い間効率的な勉強ができますので、ぜひお早めにお申し込みいただければと思います。それでは本日の3問に入ります。 連帯保証人が債務を承認すると、したる債務者の債務の時効は更新する。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。したる債務者の債務の時効は更新しません。連帯保証人が承認をしたとしても、債務の承認をしたとしても、したる債務者に影響は与えません。 これは総対公と呼ばれるものですねつまり主たる債務者の時効は更新しませんえなので誤りだということですでこの問題は本試験でも優しい問題に入るんですね優しい部類に入っていきますただ理解していない人が、まあ、ほとんどなんですねなのでこの点はちゃんと理解しておきましょう理解しておかないと本試験になったら大体いい頭真っ白になって似たようなポイントとえ混乱してくるんですよ え昨日の問題は絶対項だったんですねで今日の問題は相対項なんですよこのようにもうごちゃごちゃになってきちゃいますのでちゃんと理解をしておくとそうすればボンミスもしないですしまた応用問題とかでも解けるようになってくるんですねなのでボンミスしないためにもまた応用問題が解けるようになるためにも理解をしておきましょうでどのように理解するかについては短期講座で解説させていただきます今のうちから応用力をつけておけば今年の合格の確率もぐんと上がります 後で焦らないようにするために今のうちから試験対策をしておきましょうで短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので是非ご確認いただければと思いますで問い2ですね「宅建業者 C 社の非常勤役員が刑法第208条の3狂気準備集合及び結集の罪により罰金の刑に処せられたとしても C 社の免許は取り消されることはないルか罰かという問題です え答えはえ、罰ですねえ。免許取り消されます。まず、非常勤役員っていうのも役員なんですね。で、この役員が、狂気準備集合及び結集の罪で罰金刑となれば、C 社は結核になるんですね。役員だけじゃなくて、C 社も結核になっちゃうので、C 社は免許取り消しになるということです。で、今回細かい解説まではしてないんですけども、 講講座の受講者様は、基本的な考え方に基基づいいい。てて回答を導いてください基本、つまり考え方に忠実これが合格への第一歩なんですね基本的な考え方を使えば免許の基準の問題間違えることはなくなりますので是非ですねこの基本的な考え方を頭に入れて確実に1点ゲットしましょうでは問いさんです高度利用地区とは用途地域内において市街地の環境を維持し または土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度かっこえ準都市計画区域内にあってはえ建築物の高さの最高限度これを定める地区を言うマルかばかという問題です答えはこれ×ですね高度利用地区っていうのは高さの最高限度または最低限度こういったものは定めません高度利用地区は容石率の最高限度または最低限度を定める地区です ちなみに、高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。で、初めにもお伝えをした6月からの勉強法の2つ目の動画については、 こちらの動画参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスのオノでした。